ジャン・タルデューは、フランスの詩人、劇作家。陰文詩、助上詩からやがて言葉の可能性を追求する完結で、実験的な詩を書くようになった。第二次大戦中に、体独レジスタンス運動に参加し、戦後に戯曲を書き始めた。不条理演劇を代表する作家。フランス・トーブ・アン・ケン・サン・ジェルマンド・イコール・ジューに生まれた。父、ビクトル・タルデューは1925年に、 ハノイにインドシナ文化芸術学校を創設した画家で、母は音楽家、特にハープ奏者であった。間もなくパリに越し、裕福な家庭で美術、音楽、文学に親しみながら育った。言葉に対しては幼い頃から深い関心を抱き、語呂合わせ、ダジャレなどの言葉遊びが好きだったが、これがこうじて17歳の時に実存の危機に陥った。 鏡に映る自分の姿を自分自身であると認めることができず、ほとんど狂気か自閉症に陥りそうになったという。そしてこの時から言葉の実験として詩を書き始めた。ブルゴーニュ地方の修道院で哲学者ポール・デ・ジャンルダンが開催したポンティニー純実婚話会に参加したのを機に、デ・ジャンルダンのほか新フランス評論編集長を務めた作家のアンドレ・ジット。 評論家、ジャック・リビエール、言語学者、作家のジャンポーラン、同志に寄稿していたロジェ・マルタン・デュー・ガールらに認められ、1927年から新フランス評論史に詩を発表し始めた。1930年代に詩人フランシス・ポンジュに出会い、生涯にわたって信仰を深めることになる。最初の詩集、隠れたタイガは1933年に自費出版し、 第二次大戦直前の1939年に、死アクさんが、ガリマール書店から刊行された。ナチスドイツ占領下のパリで、タイドクレジスタンス運動の地下活動に参加し、小冊子を配布したり、ラジオ番組を担当したりし、ピエール・セゲルス、ポール・エル・アール、レーモン・クノー、マックス・ポル・フーシェ、ピエール・エマニュエルらの文学者と活動を共にした。 こうした活動から、エリワールらが、レジスタンス詩人22人の作品を編纂した、詩人たちの名誉が1943年7月14日の革命記念日に刊行された。全員偽名であったが、タルデューは、ダニエル・テレザン、ダニエル・トレブーの名前で、カゼ、オラドゥールなどの詩を掲載した。戦後、フランス国営放送の演劇部門の責任者として、ラジオドラマを制作した。 また、戯曲を書き始め、苦悩の影響を受けた、ムッシュムッシュを発表。ウジェーヌ・イオネスコ、サミュエル・ベケット、アルチュール・アダモフと共に不条理演劇を代表する、作家として活躍した。晩年は、バラの村として知られる、フランスの最も美しい村の一つ、ジェルブロワに暮らしていた。1995年、91歳で死去。セーヌイコールエイコールマルヌ県。 ビリエスグレの墓地に眠る。ありがとうございます。